はいどうも、ヘビフロッグと申します。というわけで今回はこのコオロギを捕まえようとしているカマキリをこのムカデに見せつけたらどうなるのか、これを検証したいと思います。ここにコオロギを捕まえようとしているカマキリがいますよね。皆さん知っての通り、野生ではカマキリはこのように昆虫を捕まえて食べるんですよね。この状態でもし後ろからムカデがやってきたらどのような反応をするのか、またはね、ムカデは何を食べるのか、これを検証します。ちなみにこいつらは日本ではどこにでもいるような虫たちで、3匹が鉢合わせになることもおかしくはないんですよね。それにしてもこのコオロギかなり抵抗してますね。カマキリは左の鎌で首を押さえつつ、右の鎌でコオロギの足の攻撃を防御しています。ムカデちゃんはどういう反応を取るのか、早速やっていきましょう。というわけで早速検証します。ほら、お、カマキリからコオロギを奪い取りました。カマキリはぼーっとしています。ムカデがコオロギに噛みつきました。カマキリはぼーっとムカデの方を見ています。餌を取られて悲しいのか硬直していますね。奪い取ったムカデはむしゃむしゃとコオロギを食べ始めてます。コオロギはムカデの毒にやられてもうすでに死んじゃってますね。あれ、おい、カマキリもなぜか死んでしまいました。さっきまで動いていたんですが、カマキリがほとんど動かなくなっちゃいましたね。なぜか瀕死状態です。ムカデに餌を取られたショックで死んでしまったんでしょうかね。カマキリの目の先に取られたコオロギがいます。ムカデの毒が回ったのか、コオロギはとっくに絶命しています。いや、まさか取られたショックでカマキリまで死んでしまうとは思いませんでしたね。ムカデはコオロギを運んでます。カマキリを置いてコオロギを運んでます。カマキリちゃんはガン無視されてますね。カマキリに取られないように別の場所に移動したんですね。まさに漁夫の利ですね。コオロギを与えた時は飛びついてきたんですが、餌を取られた瞬間横たわって動かなくなってしまいました。ムカデの方は元気にコオロギを食べてますね。もうすでに3分の1は食べ終わってます。というわけで今回はカマキリが捕まえたコオロギをムカデに与えてみたという動画でした。というわけで今回のおまけはコオロギにミルワームを与えます。コオロギは雑食ですので、ミルワームも食べることができるんですよね。ほら、お、食べてる食べてる、かわいいですね。体が柔らかいのですぐに食べれるはずです。コオロギはこのようにして虫を食べたりしながら生き延びているんですね。お尻の方から食べていってます。僕の家では死んでしまった虫はミルワームに与えるんですが、ミルワームはこのようにして生きている虫の餌になるので、お互い素晴らしい関係ですね。というわけで今回のおまけはコオロギにミルワームを与えてみるでした。